皆さん、こんにちは。学園天国や恋のダイヤル67OOなど数々のヒットソングを生み出した人気グループフィンガー5。そんなフィンガー5ですが、メインボーカルのアキラさんが変声期となり人気が低迷。その結果1978年のシングルを最後に活動休止していますが、現在メンバーは何をしているのでしょうか。調べてみると、ホルモン注射にピンハネ、誘拐未遂など人気絶頂だったがゆえのブラック話も出てきました。そこで今回はフィンガー5メンバーの現在と活動中のブラックエピソードを紹介していきます。フィンガー5は主に1970年代に活躍した沖縄出身の5人兄弟グループです。メンバーは長男玉本和夫さん、次男玉本光雄さん、三男玉本正夫さん、四男玉本明さん、長女玉本妙子さんです。1973年に発売したデビューシングル「個人事業」が100万枚を超える大ヒットとなり一世を風靡しました。特にデビュー当時、四男の明さんは11歳、長女の妙子さんは10歳であどけない姿でステージをこなす姿が人気となりました。彼らの音楽ルーツは日本返還前だった地元沖縄での活動でした。父親が米軍基地に都詰めるアメリカ人向けの A サイン米軍公認バーをやっていたこともあり、幼い頃からソウルやロックなどのアメリカの音楽が身近だったことだそう。長男、次男、三男の3人がそのバーでバンド演奏するようになり、そんなに上手なら東京に行ってみたらというアドバイスを真に受けて家族で上京することにしたそうです。当時は沖縄から県外に出るときはパスポートが必要な時代、活動を行うための就労ビザが下りるまで1年ほどかかったといいます。四男の明さんは次のように語っています。全くコネも人脈もない状況で東京に来たから、最初は米軍基地で歌っていたんだ。当時は子供童謡を歌うという時代だったから、洋楽に影響を受けた音楽をやっている俺らは全く需要がなかった。とはいえ、せっかく東京に来たからと、同じ沖縄出身ですでに東京で活躍されていた中曽根美希さんを頼ることにしたそうです。紅白歌合戦に出場するなど沖縄出身歌手の先駆者的存在だった中曽根の紹介もあり、ベイビーブラザーズ名義で同じレコード会社からレコードを発売できることになります。そして噂を聞きつけた音楽プロデューサーの目に留まり、バンド名を変えフィンガー5として再デビューすることになったそうです。ちなみに最初はバンド形式だったそうですが、ダンスを入れた方がいいと半年かけてレッスンしたそうですよ。それを悪友さんたちに披露したところ気に入ってもらえ、個人事業をリリースすることになったといいます。ただ再デビューは決まったものの、当時あった音楽番組のオーディションでは落選する日々が続いたそうです。四男の明さん曰く、ようやく決まった NHK の番組に出たら電話がパンクするぐらい反響があったそう。そこで今度は NHK のラジオ番組に出てみたところ、そのリハーサルで布施明さんがかけていた大きなサングラスがかっこよく見え、本番までの間にデパートに買いに行って本番でかけたら、プロデューサーが気に入ったところからあの大きなサングラスがアキラさんのトレードマークになったそうです。ちなみにサングラスは伊勢丹で3000円ほどで購入したものだそう。小さな顔に対して大きすぎるトンボ型のサングラスというアキラさんのトレードマークは、そんな偶然から生まれたものだったのですね。メインボーカルアキラさんのハイトーンボイスや小学生がサングラスをかけるというギャップなどが受け、一気に大ブレイクを果たしたフィンガー5ですが、人気がゆえの超多忙な芸能活動に疲れ果て、四男アキラさんが過労で入院してしまいます。当時12歳のアキラさんらは日本一忙しい小学生になったのです。布団で寝られるのは3時間くらい、学校は 1,2 限目で早退、過労で倒れて何回も救急車で運ばれた。体重が30キロ台であばらが見えてるし、お医者さんにこのままじゃ死ぬよと言われて、ご飯を食べる暇も気力もない。テレビやラジオに出て夜中の12時からレコーディング、夜8時以降
働いちゃいけないんだけどね、と当時のことを語っています。またフィンガーファイブは兄弟らが自らの意思で活動を始めたこともあり、長男の和夫さんがマネージャーを兼任し、仕事の交渉やスケジュール管理もこなしていたそうで、1975年に和夫さんはマネージャーに専念するために脱退、代わりに甥の具志堅実さんが加入するも、ハードスケジュールは限界に達し、1975年に日本での活動を休止しアメリカに渡ります。父親の芸能界で稼いだ金などあぶく銭だという考えもあり、それまで芸能活動で得た収入は渡航費用で全て使い切ったといいます。帰国後は長く日本を留守にしていたことや、メインボーカルアキラさんの声変わりなどの影響もあり、メンバーのやりたい音楽とファンのニーズが乖離し人気が低迷。アキラさんに代わり妙子さんをメインボーカルに据えるなど、人気の回復を試みるもうまくいかず、1978年実質的に解散しました。中学2年生で変声期を迎えたアキラさんは、一番辛かったね、どんどん声がかすれていく、変声期を遅らせるために女性ホルモンを打たれそうになったけど僕は絶対に嫌だって断った、と当時の心境を明かしました。活動休止後フィンガーファイブのメンバーが再び集結したのは2003年のザ・サーティンス・アニバーサリーのみで、1日限定だったにもかかわらず全国から大勢のファンが集まったそうですが、それ以外に彼らが全員揃った姿を見ることができる機会は今のところまだありません。そんな彼らは現在何をしているのでしょうか。まず長男の玉本和夫さん、和夫さんは芸能活動を休止してから地元の沖縄に帰ったようです。そしてスタートしたのが不動産会社の経営。当初はバブルの勢いもあり成功をつかみ取ったようですね。ただバブル崩壊とともに借金地獄となり、約60億円の負債を抱えることに。そこで次に行ったのが貿易会社です。その会社ではうまく成功し借金をすべて返済されたそうです。1996年10月には脳出血で倒れ、後遺症で左半身麻痺の障害が残ったことで車椅子や杖を使っての生活になってしまったようですが、現在は自身の経験からバリアフリーの普及に努めたいと選挙に出馬されているそうです。続いて次男の玉本光雄さん、光雄さんは美容師として活躍されています。活動休止した後すぐに美容師免許を取得するため専門学校へ進んだ光雄さん、理髪店で修行を積みスキルを磨いたそうです。そして現在はホテルニューオータニで美容部長をされています。そのため多忙を極めているのだとか。とはいえ超多忙な芸能活動を経験した光雄さんにとってはなんてことないのかもしれませんね。続いて三男の玉本正雄さん、正雄さんは東京で沖縄料理の居酒屋を経営しているようです。居酒屋の名前はイチャリバーで、正雄さんに会うこともできるんだとか。また並行して琉球音楽サークルを結成し歌手活動も行っています。経営している居酒屋をステージにしイベントを行うこともあるようです。続いて四男玉本明さん、明さんは現在も音楽活動をしています。フィンガーファイブ活動休止後最初は電気店の営業として就職し、知名度を利用してトップセールスマンになったそうで、本人曰く飛び込みセールスをしていたんだけど訪問先でフィンガーファイブ時代の曲を歌うと喜んでくれて商品がよく売れたとのことでした。玄関の前で学園天国を歌うとテレビも飛ぶように売れたそうです。その後営業の仕事を辞め兄のスナックを手伝ったり不動産会社で設計の仕事をされていたそうですが、勤務先の不動産会社が経営悪化したこともあり40代で心機一転好きだった音楽活動を2002年から本格的に再開させたそうです。現在はソロ活動のほかフォーリーブスの江木俊夫さん、相崎真也さん、狩人の高道さんとテイスト4というバンドを立ち上げライブ活動を行っています。他にもテレビやラジオ出演、アイドルグループのプロデュースも手掛けています。週刊女性プライムのインタビューに対し明さんは、まずはお金をいただいたお客さんの前で歌えればいいと、知人のスナックや飲食店で歌わせてもらう日々が続いたね、
また音楽だけで食えるようになるまでには5年以上はかかったかなと語られています。紆余曲折を経たこともあり、今は客前で歌えることが何より幸せだと言います。新型コロナウイルスが収束したらソロで全国ツアーを行うのが目標なのだそうです。最後に長女の玉本妙子さん、妙子さんは結婚し西東京市で主婦として生活しているようです。現在は一般人に戻っておられるため、あまり情報は多くはありませんでした。ただ2018年に徳光和夫さんの徳光和夫徳森通うサタデーに出演されています。徳光さんが以前フィンガーファイブの出演するテレビ番組の司会を務められていたこともあり、縁を感じて出演されたんだとか。こうして見ていくと、現在活動をしている姿を見ることができるのは基本的には三男の正雄さんと四男の明さんだけということになりますね。フィンガーファイブの活動休止後もそれぞれ自分のやりたいことの道で幸せな生活を送られている5人ですが、芸能人として人気絶頂だった頃は人気すぎるがゆえに様々なブラックエピソードもあったそうです。メインボーカルの明さんは当時小学生だったにもかかわらず深夜まで働くのも日常茶飯事だったそう。通っていた小学校の先生が理解があって、先生公認で授業中は寝ていたね。雑誌の取材なんかを入れると1日に30本ぐらい仕事をこなす日もなどと当時の多忙具合を語っています。なんと主演映画を3日半で撮り終えるなんてこともあったんだとか。あまりの多忙ぶりに当時の国会で問題視され、児童福祉法が厳しくなったほどだそう。もともと兄弟の中で一番体が弱かった明さんは日頃から点滴を打って活動し、何度も病院に運ばれたこともあったそうです。ただその度マネージャーに、こんなに楽しみにしている人たちがいるのに休んだら悲しむよと言われると、なぜか本番は元気にこなせたんだとか。小学生にもかかわらずそのプロ根性には驚愕ですね。過労で倒れてしまうこともあったほど、文字通り死ぬ気で働かされていたにもかかわらず、当時の月収は50万円ほどだったといいます。特にフィンガーファイブはサングラスや塗り絵、文房具など物販を始めたタレントの先駆けだったこともあり、明さん曰く億単位で稼いでいたはず。所属事務所がどれだけピンハネしていたのだろうと考えると恐ろしいですね。さらには命や健康にも関わるようなもっと恐ろしい出来事もあったそう。テレビ局のセキュリティも今ほど厳しくなかったこともあり、フィンガーファイブの関係者と名乗りテレビ局に入ってきた女性に無理やり連れ出されそうになったこともあったとか。また明さんが変声期を迎えた7枚目シングル「華麗な噂」を出す頃には、声変わりをさせたくないマネージャーが親の許可なく女性ホルモンの注射を打たせようとするという、今では刑事事件レベルの恐ろしい出来事もあったそう。ただ明さん曰く、女性ホルモンを打つと男性器の成長も止まるらしいと噂で聞いていたから、マセガキだった俺が断固拒否して難を逃れたのよとのこと。明さんが幼いながらに断固拒否をしていなければ、後々どんな影響が出ていたのかと考えると、時代が時代とはいえ怖いですよね。明さんは当時を振り返り、中学1年生で体重が30キロ台しかなく、肋骨が見えるほどガリガリに痩せ細っていたし、あのまま活動を続けていたら本当に死んでいたと思うと語っています。活動休止とアメリカへの渡航は人気の低迷を招くきっかけの一つにはなってしまったものの、当時のメンバーの心身の状況を考えると最善の選択だったのかもしれませんね。明さんは事務所社長が知人というつながりでデビュー当時のミーシャさんにアドバイスする機会があったそうですが、長く活動していく上で大切なことを聞かれ、何でも話せる友達を作ることじゃないかな、心のケアができないといい歌も歌えないし演技もできない、やっぱり心がこもっていないとお客さんの心を動かすことはできないからとアドバイスしたそうです。さらに一緒に多忙な芸能活動を乗り越えた兄弟について、本番直前まで殴り合いの喧嘩をすることも日常茶飯事だったけど、でも5人で活動していたから一人じゃないという安心感であの多忙な時期も乗り越えることができた。
やっぱり信頼できる仲間って大切だよね、と語っています。いかがでしたか？40年以上前に活動休止してもなお、学園天国や恋のダイヤル67など伝説のヒット曲として現在でも誰もが知っている曲として聴き続けられる人気曲を生み出したフィンガー5、また5人が揃って歌っている姿を見たいものですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いいたします。ではまた。